湖西市と浜松市北区三ヶ日町の子どもたちが参加する浜名湖 JC カップサッカー大会が行われ、熱戦が繰り広げられています。この大会は地域の未来を担う子どもたちに仲間とのコミュニケーションの大切さを伝えようと、浜名湖青年会議所が2004年から毎年開催しています。今日は湖西市と浜松市北区三ヶ日町の4つのサッカー少年団から11チームおよそ140人が参加しました。前後半15分ずつの総当たり形式で、子どもたちは日頃の練習の成果を発揮しようと懸命にボールを追いかけていました。午後には日本女子サッカーリーグなでしこリーグ一部の静岡 SSU ボニータを迎え、憧れの選手たちとの交流会と親善試合を行う予定です。